な何回でも取ればいい。あ、怖い。何回でも取ればいい。はい、俺こっちなんだ。よし。これはいいの？これ。はい。大丈夫、問題ない。オッケー。はい。じゃあ、喋りますか。うん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。モビリング告知動画第3弾になります。今日は、テミコの、テミクロットの開発者である、村中さんに来ていただいて。はい、テミコの村中です。よろしくお願いします。お願いします。当日なんですけど、はい、とりあえず今回ハードベイトの、オンリーの大会があるんで、ハードベイトを使うに適したルアーあるわけ、ロットロットロットをちょっと何本か持ってきてもらうということになってるんですけども、今日はどういうロットを、持ってきていただけるかというのをちょっとざっと説明していただきたいなと思います、はい、で、まあ一番とりあえず気になるのは新発売の、ACEの FM68CML ゲームグラスコンポジション、はい、まあ、一応クランキングロットって言っていいの？クランキングロットですね。シャローカバー向けのクランキングロット、はいはい、僕もちょっと投げさせてもらったんですけど、まあクランクだけじゃなくて他もいけそうなんですけど、まあ、基本的には、ML なんで、うん、まあレギュラーサイズのクランクベイトがメイン、まあ、小型のフラットサイドから中型のラウンドクランクまで、はい、まあ、結構幅広くいけるような感じの 8g、9g あたりから、うん、まあ、14g ぐらいまで、まあ、無理すればバドとかもね投げられちゃうぐらいのですよ、ね、まあ、B2 クラスまでいけちゃう感じのロットですね、はいはい、めっちゃ軽いんですよね。めちゃくちゃ軽いですよ。軽くて、ガイドはチタンチタンの SIC ですよね。で、全体的に、あれ比べちゃっていいのかな、クランクシャフトも僕使ってるんですけど、うんうんうん、まあ、比べるとかなりシャープで軽い印象ですね。そうですね、ガイドがやっぱりクランクシャフトはステンレス SIC なんですけど、はい、まあ、エシスはチタンの SIC なところで、はいはいはい、まあ、かなりそこの分だけでも、はい、その振り抜いた時 の、 そのお釣りが来ないというか、はい、まあ、シャープさっていうのが際立ってる感じですね。あれ素材の話ってしちゃってたりする、うん、で UD グラスベースで、コンポジットされてるカーボンは、うん、それいいのかな。あ、OK、OK。どんな感じになるんですか。基本構成、うん、基本構成は UD グラスっていうのを使ってまして、うん、で、まあ、縦方向の繊維を束ねて作ったグラスのシートで、通常こう縦と横が入ってるのはグラスなんですけど、はいはい、まあ、横がない分だけ軽くなってる、はいはいはい、でそれをハイテーパーって言うんですけど、ユニディレクションユニディレクション、はい、それをハイテーパーって言うんですけど、はい、まあ、こういう三角形ですね、はい、ヒップを細くバットを太く、はいはいはい、でなおかつクランクの径を薄く巻くことで、うん、まあ、手元にバランスを寄せて軽量化してると、うんうん、クランクシャフトもでも基本的には同じ構造で、だからただ今回はまあ、エーシスハイエンドモデルですね、はいはい、まあ、贅沢な材料をふんだんに使ってまして、はいはい、まあ、今まではそのアラミドベールっていうのを使ってなかったんですけど、うん、まあ、アラミドベールの補強も入れつつ、うん、あとはグラファイトの補強セクションも30トンのナノ系のレジンを使ったグラファイト、うん、あ、そうなんですね。これはバットからティップまで入ってる感じ。グラスセクションっていうのはティップからバットまで貫いてるんですけど、はいはい、まあ、途中からじわじわとグラファイトの領域が入ってきて、はい、で、まあ、最終的にアラミドの補強も入りつつ、最終的にティップのグラスのダラな部分っていうのが絶対グラスロット残っちゃうんで、そこをまあ補強するというか、そのシャープさを出す意味合いで、あの 4軸フォーアクチャルって言うんですけど、まあ4軸のグラファイトテープをファジーに巻いて、それで張りを持たせてる。ファジーに巻く。ファジーに巻く。はいはいはい、なるほど、はい、で、まあ、でも僕、うん、が持った印象では全体にシャープになってるんですけど、まあ、でもティップ側はちゃんとグラスなんでね。そう、ルアーを引いた時の巻き抵抗を感じる、うん、その時のそのグラス感、うん、あとはルアーが、まあ、クランクベイとかフラッタリングする時の、うん、まあ、挙動を柔らかくするためのソフト感っていうのはちゃんと残した上で、うん、でその上であえてその張りを持たせて、うん、
エイス 68CMLJ の、うん、用途なんですけど、まあ、僕がちょっと使った感じだと割とワイヤーベイト系とか、うん、であと薪のジャックベイトとかミノ、うん、まあ、あとバイブレーションはもう一緒なんですけど、まあ、あとトップウォーター系とか割とハードルは全般が使いやすい、うん、意外に使いやすいなっていう、なんで汎用性がかなり高い、クランク専用なのかもしれないけど、うん、幅が広く使えるっていう感じですかね、うん、なんかそういうのを感じたんで、まあ、あれがあると結構便利かな。バットパワーを結構強く持たせて、うん、でそこはバットパワーしっかり設けてるんで、うん、まあ、軽量ウェイトのワイヤーベイトであれば、うん、まあ、フック貫通できますよと、うんうん、ワイヤーベイトってあのフックがやっぱりワイドゲープで太軸のものが多いから あれ今これ使って大丈夫そう、ワイヤーベイトは、まあ、確かに、まあ、8分の3か、まあ、2分の1ぐらいだと結構フックが太いんで、まあね、あの近ければいいけどちょっと遠いところでかけると、まあ、貫通できない、まあ、だから、4分の1とか、うん、軽めのものであれば、割と無理なく使える感じですね、うんうん、まあ、とりあえず 68CMLJ は、まあ、こんな感じで、同じ FM シリーズで74FM74FM、うん、FM74CMJCM ミディアムミディアムアクション、はい、これはどういったロング、これはまあロングレングスの竿なんで、はい、あの円筒形を意識したグリップもストレートで長めのグリップをつけてて両手でしっかり投げ込める、はいはいはい、でオープンウォーターを広くされるような竿ですね、はい、でどちらかというと、はい、シャローカバーに向かってシャロークランクを打っていくような感じの竿じゃなくて、うんうん、まあ、あの琵琶湖みたいな、はい、オープンウォーターでドーンと投げて巻いてくるような、うん、そういう感じの竿になってます、はいはい、でこれはグラファイトです、うん、まあ、30トン24トンのグラファイトベースにして、うん、まあ、アラミドベール補強した、うん、まあ、これもあのかなりそのもちっとした雰囲気と、うん、あとそのシャープさっていうのを合わせ持ったような、うんうん、そういうテイストの竿になってます。テーパーはどんな感じなんですか？テーパーは、まあ、綺麗なレギュラーテーパー、でちょうど3メーターぐらいのディープダイバーを、はい、まあ、綺麗に引き切れるように。例えばそのリードが引っかかった時の切りやすさみたいなものは、それはグラスにはない良さっていうのがやっぱりカーボンロッドにはあるんで、そこも狙った上であえてそのグラスコンポジションにしてないんです、はい、関東でいうとどうだろう、うん、霞水系、ね、霞水系の春節で、はい、まあ、そうですね、3メーター4メーターレンジまで潜るようなクランクを使う、はい、なるほど。あとはまあチャターをね、はい、引いてもらったりとか、ね、ちょっとワイヤーベイトの方までちょっとこう、はい、広い範囲使えるようなイメージの竿になってるんで、はいはい、なるほどなるほど、じゃあまあとりあえず FM シリーズ2本は持ってきていただいてる、はい、であと、ね、また新商品で、そうですね、吉田さんの竿が2本、リンクスっていうモデルなんですけど、はいはい、吉田バージョンっていうのが2本出まして、はいはい、まあ、どちらもライトアクションのキャスティングロッドなんですけど、はいはいはい、まあ、1本はグラスコンポジット構造、はい、で1本はまあグラファイトですね、はいはいはい、で、まあ、かなりその投げやすさにこだわった作りになっていて、はい、もちろんあの軽量感っていうのももちろんあるんですけど、はい、まあ、非常にしなやかでソフトで投げやすいフィーリングで、まあ、軽めのタイニークランクとか、はい、シャットとか投げるのにすごく使いやすいと思うんですね。レンクスが短いですよね、うん、で、そう、吉田浩二さんの話なんですね。吉田浩二さん、はい、じゃあ続きを、はい、あの吉田浩二さんがやっぱりあのルアーフィッシングの基礎はしっかりしたキャスティングから始まる、はいはいはい、で、まあ、片手の、ね、シングルハンドルでしっかりその基本フォームを大事にしながらオーバーヘッドでちゃんと投げましょうっていうのがあって、それでまあ今回ショートな味付けになってるんですよ、はい、長いとやっぱりあの両手で、ね、投げなくなっちゃうんで、そうですね、リアグリップが結構短いですね、まあ、ショートまではいかないんですけど、うん、まあ、片手添えてギリギリ投げれるような、はいはいはい、ショートグリッププラスアルファみたいなレングスになってるんで、はい、まあでもちょっと込み入ったとことかオーバーハングしたとかはフィット、ね、うん、まあ、そうですね、キャストはしやすいしっていう、うん、まあいろいろメリットはあるような感じです、うん、あれちなみにその、グラファイトと、もっとグラスコンポジット、うん、なんか使い分けとか、グラスコンポジットの方はかなりもちっとした雰囲気が強くて、うん、
どちらかというとあのロットに負荷かけながらリールで巻くような釣り、うんうん、というふうに向いてる傾向があるんですね、うん、で逆にグラファイトモデルの方は張りが強いんで、うんまあ、例えばミノを水面でちょっとこう、うんうん、トゥイッてするような動作で動かしたりとか、ね、はい、はいはい、そんな雰囲気で使ってる、はい、じゃあポッパーとか、あ、そうですね、小型のポッパーとかはすごく使いやすい、じゃあちょっと操作系のやつは、まあ、グラファイトが、まあ、向いてるかな、うんうん、で、マック釣りにはグラスコンポジット、まあ、もちろんグラスコンポジットでもポッパー使えたりするんですけど、まあ、確かに強いて言うならっていう感じ、強いて言うならっていう感じ、ただ同じライトアクションでもかなりフィーリングが違うんで、はい、まあ、ぜひあの現場に来て見ていただければなと思います、はい、そうです、はい、あとは何かハードルがあとはですね、まあ、エーシスとゴールデンウィングなんですけど、うんうん、まあ、今までちょっとこう巻きでもどちらかというとトリプルフックものに寄せた話をさせてもらったんですけど、まあ、ワイヤーベイトもね、はいはいはい、まあ、チャターもしかり、はい、あとスピナーベイト、バズベイト、はいはい、まあ、こういった巻きの釣りっていうのもあるので、はいはい、まあ、それに見合ったナンバーを持ってこようかなと、うん、でゴールデンウィングで 68CML っていうナンバーがあるんですよ、うん、はい、持ってます、あ、ありがとうございます、はい、まあ、かなり、はい、軽いですよね、軽量感、軽いですね、で、はい、しなやかさ、はい、あとはまあ綺麗に光学のテーパーデザインと、うんうんうん、でまあ、一回試投してもらえれば分かると思うんですけど、うんうん、まあ、なかなか気持ちよく投げれるフィーリングかなと、ゴールデンウィングって言うとなんかワーミングテーパーっぽいイメージがあるんだけど、その 68CML はちょっとパラボリック気味なんですね、気味、気味で、まあ、ナノレジンをねふんだんに使ったブランクですんで、うん、すごく粘りが強いんですよ、ね、不思議だよね、なんか感度が高いんだけどちゃんと曲がってすごい弾道で飛んでいくっていう、ね、で具体的には、まあ、ワイヤーベイトって話させてもらったんですけど、うん、あの130ミリクラスのちょっと大型のミノ、あ、いけるいける、うん、ああいったものに使ってもすごく使いやすいんで、まあちょっとそれはじゃあ現場で試していただいて、はい、はい、あとはエーシスの 68CMJ、 はいはいはい、はい、これも標準的なミディアムアクションの68レングスのバスロット、はいはい、でもスピナーベイトを投げたらもう、うん、まあ気持ちよく投げれますよ、そうです、ね、8分の3オンスでシャローカバーをテンポよく打っていく、はい、あれも汎用性高いですよね、そうですね、まあ、まあハードルアーじゃなかったら普通にね、うん、テキサスとかね、テキサスリーグ、あと、まあ、8分の3オンスぐらいのラバー、フットボールジグとか、ね、 あ、 はいはいはい、あんなのも、まあ、三条湖とかのディープウォーターやるときには使いやすかったりするんで、まあだからそういう、ね、完全にハードベイト向きで作ったもんじゃなくて、まあ、使える竿は何本か持ってきていただく感じで、うん、こんな感じですかね、大体こんな感じですね、まあ、なんか思いついたらなんか、あとはね、今年の新製品で、うん、あれがあったね、リンクス 64CMLJ っていうのがあるんですよ、あったあったで、まあ、リンクスのナンバーに入ってるので、まあちょっと、うん、まあナンバー的にもちょっと埋もれてしまいがちなナンバーなんですけど、うん、実はあの110ミリクラスのジャークベイトに使うとすごく使いやすい竿で、ちょっとそこを意識したテーパーにもしてるんですね、あれはジャークと巻き両方対応できる、ジャークと巻き両方対応なので、まあ、ジャークベイト110ミリって言いましたけど、はいはい、まあ、70ミリぐらいのシャットとか、はい、そんなのもいける、タイニークランクなんかにもいけちゃう感じ、はいはいはい、もちろんトップウォーターもいける、はい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 、ただ既存の巻きロットとちょっと異なるテーパーを持ってて、うん、低負荷に対しては、うん、ちょっとファーストテーパー気に曲がるんですよ、うんうん、ちょっとティップアクションでこれワーミングロットじゃないかなっていう、うん、そういう雰囲気を持った竿なんですけど、うんうん、実際に魚をかけていくと、うん、綺麗に曲がっていくと、はいはいはい、2段になってるんです、はいはい、アクションがね、はいはい、緩いそのパワー感で2段アクションを作ってるんで、あ、まあでもそういう方が割とウェイトも幅広く使えそうな気が、うん、もちろんあの1本持ってると、ね、ベイトフィネス的なそのワームの釣りにも応用効くし、うんうんうん、なるほど、でね、そのジャークベイトにそのすごく使いやすいよって言ったのには、うんうん、まあ、いくつかあるんですけどね、うんうん、あのジャークベイトって、うん、リップが水圧受けて泳ぐじゃないですか、硬、うんうん、い竿を使うと、うん、ジャークした時に、うん、その水をその受けつつの逃しすぎて、うんうん、直線的にルアーが飛びがちなんです、ですけどちょっとファーストテーパーで柔らかいセクションを設けてあげると、はいはいはい、しっかりそのミノーがリップで水噛んでるのを感じながら、はいはいはい、泳がしながら飛ばせる、なるほど、それ重要ですね、重要ですねだけども、うん、ファーストテーパーでカチッと止まってしまう竿だと、特にジャークベイトって水温低いとき使うじゃないですか、はいはいはい、
まあ、秋ジャークもあるんですけど、まあ、春ジャークの時なんかはテールのフックに、ね、浅く1本かかったりとか、うん、バイトも浅いことがあって、うん、外掛かりがあったりするんで、まあ、ただ単にファストエパンサーだとすごくバレやすいと、うん、なのでここがルアー の、 その抵抗を感じる余白を設けながら、うんうん、一定以上の負荷がかかると綺麗に曲がり込む。なるほど、もうこだわりのテーパー、こだわりのテーパーで。まあそれもちょっと現場で、そうですね、ミノを持ってんのか誰か、ログとかね、はい、皆さん好きだと思うんで、はい、ぜひ持ってきていただいて実際投げてもらえるといいかなと、ね、はい、じゃあそれは現場で、現場でぜひぜひログ好きな方はぜひお持ちください。はい、はい、まあじゃあ竿は大体そんな感じ、ね、そんな感じですかね。じゃあまた他に思いついたら適当に持ってきていただいて、はいはい、じゃあ当日じゃあペンギンクロッドよろしくお願いします。もう一回待って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 、今だね、飲んじゃった。じゃあどっから行く。じゃあ当日フェンイクロット、うん、じゃあ当日フェンイクロットたくさん用意されますので、そうですね、10個ぐらい持ち込みますので、はい、まあ、ぜひ試してみてください。試してください。よろしくお願いします。こっちに、あーすごいいるんだ、貴重なシーンですよ。バスすげえ、ありがとうございます。